その人の姿形で気になるところがないっていうのがすごく大事で。はい、えー、こんにちは、岡田です。えー、今日の個別コンサルは、えー、就職の時の髪型についてということで、えー、部屋星く君ですね、こんばんは。こんばんは、お願いします。はい、よろしくお願いします、はい。話し方、表情、よくなりましたね。あ,ありがとうございます。うん。本番ではもっともっと力抜けるように。えー、はい。 意識身につけてていいってくださ今日はあの就職用にあの髪型をやっていきたい話していきたいっていうことなんですけど、はい、えとちょっとその前にずっとチェックさせていただいたんですけど、はいあのー、これコこでコンサル用の指針動画とかでもちょこちょこお話ししていることではあるんですけど、はいあのー、自分のしたい髪型と、はい あと、それと相手に映る印象ってまた別で,、はいうん、で、みんな本当に理想のしたい服とかがあるんだけど、はい、でもそれが結局、じゃあ相手にとって印象、その,の TPO に応じて狙ってる印象を与えられるかどうかでやっぱりこうセンスがいい人はそこを我慢できて、センス悪い人はこう自分のやりたいを優先させちゃうんですよね、どうしても。 はいうん、っていうのがあってで、なんでこの話を先にしたかっていうと、はいあの、例えば一緒に見てるんですけど、部屋干し君がこうセンターパートでアップ番号でやっていく就活、ね、要は真面,目真面目というかす、えー、すっきりした印象でやりたいっていうのを思惑は分かるんですけど、はい、だけど、現時点でここのトップの大きさとか、あと要は自然なパートの髪の、自分の髪のコントロールっていうのができてない状態でやるとですね、 今この状態だと正直話してる人ってちょっとこの辺が気になってそっちが先に来ちゃうんですよずっと。はい。うん。本当にあのー、例えばね、これ、よくあの漫才師の方とかがフリートークでちょこちょ時々話すことなんですけど、はい、あのー、M 1で負けた範囲はスーツのあー、服の裾がちょっとめくれてたとか、うんうん、髪型がちょっと変だったとか、で、なんでそういうのがあるかっていうと、 はい、視聴者はこうその人の話に入り込む前に、はい、そっちが気になっちゃうんですよね、すっごく。で、えー、多分面接官も今この状態であなたと臨んだら、はい。うん、多分なんか髪型変だなとか、はい、なんかちょっと薄毛っぽいなとかそっちの方にすっごく意識いっちゃうんですよね。そうなんですね、はいうん、だから 本当にその印象を良くしていきたいんだったら結果を結果のためにやるんだったら、はい、僕はあのベースはまずこっちにして、はい、でこっちであのまあ襟足と襟足と耳の周りはあの何て言うんでしょうまあ刈り上げない程度にすっきりさせますよね、はい、でここの丸みっていうのはこうまあより今どうしてもこうなんて言う,少しだけこう歪んですかね 歪んでいっっちゃてそこを湯がばないように丸くセットすることだけはしっかり覚えて、はい、で就活の時用に前髪はね例えば、あのー、ちょっと流したいんであれば、はいあのー、自分のカール感生かしてだったら、まあ、ちょっと、ま、お,んまおんまゆまでいかないけど眉毛に要はセットした時に はい、眉毛、上半分ぐらいにかかるかなぐらいの長さにカットしておいて、そのカール感計算してね、はいはい、でこんな感じで、ま、基本的にはマッシュなんだけども、スーツよりちょっとだけ流して、ほんとちょっとだけ流すっていうぐらいの、うん、デザイン、アレンジした方が、はい、多分狙ってる誠実性とか、真面目す、ま、な高青年っていう印象は植えつくし、あのはい、逆にこの髪型自体は、あのすごくはまってるから。あ 余計な情報が入ってこない。これだと絶対余計な情報入っていくんだよね。あ<ー>うん、ちょっと、はい、ちょっと言ってることわかるかな。あのーはい、これだと今日はいい意味の既視感っていうか、あい,いこそうだなっていう既視感があるんだけど、これだと本当にね。はい、ここが気になって気になってしょうがないっていう風になっちゃうから。あはい、うん。もう少しスキル上がって一,、はい、一体化できるようなパートが要はあのー。 例えば、部屋干君だったら、この,、はい、この状態から、まあ、ちょっと上げ,上げて、分けてっていうのを覚えていくっていうのが、今、ずっと見ててしばらくね、はいあの、アップ番号作っていくなら、そっちの方が、要はほとんど上げてないように見せて、あ上げてないんだけども、上げてるように見せるっていうようなセットを覚えてた方が早いかなというふうに思ってるんですけど。はい ただその就活はやっぱ絶対失敗できないし、ちゃんと与えたい印象を与えたいじゃないですか。うん、そうですね。うん。だったら僕はそっちの選択した方が、絶対いいと思うね。わ、はい、かりました。うん。ちょっとこれだと今、どうしてもここの、この前髪の変な感覚がちょっと気になっちゃうもんね。うん こっちだと、これだと歪みだけが気になるから、はい。ここだけ丸く綺麗に、アウトフィットで見たときに、ね、ちょうど面接だと、えー、っと、はい、ちょっと待ってね。大体いいこれぐらいの距離感になってくるはずなんですよね。あの、うん、要は、うん、そうそうそう、あの、はい、満通の面接だとこれぐらいかな。 で、これぐらいの距離感の時に、やっぱりここのあたりが綺麗に丸く整ってるっていうと、まあよ清潔感とかしっかりしてるっていうものが出てくるから。はい、で、前髪はもう本当に、あの、程よく軽感、テンパーがあるから、それを生かして、長さだけ調整して、眉にか上半分かかるぐらいがちょうどいいと思います。上半分かかるか、うん、上半分かかるかなぐらい。で、はい、耳はあの刈り上げない、段差つけすぎないようにすっきりさせてっていうのが多分君の一番、 面接のいい形だと思うね。これとこれは日付は一緒だもんね。そうだね。そうです。はい、うん。そうだね。ここぐらいだね。ここぐらいにして、うん。で、眉毛はしっかり整えておくっていう感じ。今ちょっと眉毛見せてもらいます。はい。あ,あ、今、眉毛。今。今やってないえ。見えてますか、これで。 ああ、形は悪くないですね。うん。はい、じゃあもう、あの、眉頭のところはそれでいいので、はい。眉尻、中から眉尻にかけて、はい。えっと、もうちょっとアップ寄れる。はい。ちょっと左向いてみて。右向いてみて。そうね、特にあの、今、向けてる側 はい、も,うもうちょっと書いた方がいいかな。あの、長さをね。こっちも書く。うんうんうん。はい、あの、要は、半分だけ眉毛見せるから、眉毛はしっかり整えてほしくて。で,ねはい、で、書くときも、もう、眉尻はそれで OK だから、眉頭、はい、あ、ごめんなさい。眉尻頭は OK だから、眉中から眉尻にかけて、はい。黒のペンシルとかでいいんで、はい。えっと薄、細かくちゃちゃちゃって書いて、ぼかして、ちゃちゃちゃって書いて、ぼかしてっていうのを繰り返して、 ちょっと長さと濃さを出しておくといいと思いますね。ありました。あとは、うん。今、素の表情の時が、はい、えーっと、あ、今いい笑顔だね。基本的にはその感じで話せるといいですね。はい。はい。うん どうしても意識しないと。<あ>でも、うん、でも素敵よ。はい、今大丈夫。あに今、髪型だけ気になる。<laughs> <laughs> <laughs> あとは構成、ね、好青年素敵だと思いますね。はい、えっと、ちょっとっね、スーツもせっかくなんで。えー、っと。はい、あの、ちょっとシャツのサイズ大きいでしょ、首。 首あの、シャツはね、あのー、スーツの青木とかでもいいから、いっぱいサイズあるから、はいはい、必ず首と袖のサイズだけを絶対合わせてください。で、手を下ろしたときに、はい、首はもう本当にあれね、あのーそのよ、スーツ屋さんのところでジャストなサイズでって言えば分かるから、はいそのまあ多分今よりも1センチぐらい、1個小さいやつとかでいいと思いますけど。 はい、あんまり隙間ができすぎないように。指一本入るか入んないかぐらいでいいですから。で、はい、こうやって腕を下ろしたときに必ず袖がちょっとだけ見えるようにね、あの、シャツが。はい。うん。ちょっと見えるように。それ以外はスーツの着方は綺麗だと思います。スーツの裾も綺麗です。あ、大丈夫このくらいのあの下ろし方で大丈夫ですかうん、大丈夫。えー、ちょっと待って、もう一回、ちゃんと見ましょうか。えー ちょっと待って。ネイビースーツだと分かりづらいもんね。ちょっと待ってね。ちょっと短いかな。今、長いのをちょっと上げて履いてるので。あ、本当。あの、いわゆるハーフクッションで、はいはい、あのー、立ってるす、立ち姿の時にはい。に、えー、 これだとちょっと短いんだよね,、うん、ね。ちょうどいいぐらいがないかな。あ、これぐらいがちょうどいいね。あのー、本当にパンツの裾が立ってるっと、はいるきに。 ちょっと触れるんだけどあの、プレスは絶対曲がらないっていう、綺麗に降りるっていうぐらいの長さ。で、そうすると、適当に映らないから、チャラく映らないから、はい、ここが短くする、ちょっと短めにノークッションとかで、今,今多分厳密にはノークッションぐらいなんですよね。そうで、ノークッションでスーツのパーツを作るのが悪いわけじゃなくて、 でもそうすると、ちょっと警戒すぎるっていうか、あのはい、就職数年の人がちょっと仕事も慣れてきて、遊びも仕事も両立してるっていう活発なイメージになっちゃうから、部、はい、活ではハーフクッションを守って、はい、っていう感じで、であとは、えー、と靴下がたるまないようにしっかり、ちょっと長めのものをしっかり引っ張ってはいておいてください。はい、はい、分かりました であとは靴ひもですね。靴ひもをしっかり、あのーはい、まあ、なんて言うでしょう、まあ、まあ、大丈夫だと思うけど、靴ひもをこう、汚く結ばないようにきれいに結ぶ。とに、はい、かくコツはです、コツっていうか秘訣は、はい、パッと見たときに、あのー、M1 と同じで、その人の姿形で気になるところがないっていうのがすごく大事で。ああ、そうなんですね。その本人の中で気になる、ここなんか気になるな、こいつっていうところがないっていうのがすごく大事なんで。ははい、はい あとは、ネクタイも曲がらないように締めます。これは覚えてってください。はい、えで、だからもう本当にいざ面接室に入るときとか、最後の最後チェックしてね、あのスマホ画面とかでもいいから、はいうん、ネクタイ曲がらないようにまっすぐ。で、それと、シャツのサイズはいったよね。はいえー ネクタイの選びもいいと思います。<あ>あの同系色で、はい、ちょうどシャツとスーツの間取った感じで、はい、守りすぎてもおらず、悪くないと思います。これ、特に柄は大きいの入ってないでしょう、はい、入ってないですね。はい、大丈夫、大丈夫。似合ってます。あとは、あの、えっと、親と同居ですかそうです、はい。うん、じゃあ、もうその間はお母さんに、お母ちゃんに頼んで、 もうスーツのクリーニングというか、はい、クリーニングとシャツのアイロン掛けだけはお願いしますっ,って。はい、うん。飯でもおごって。うん、<laughs> はい。ありました。シャツ白シャツは絶対多めにカットいてください。3、4枚ね、はい。はい。大丈夫かな。今着てるのが黒いスーツなんですけど。 スーツコンサルであったのはネイビーの姿勢だったと思うんですよ、うん。大丈夫。あのネイビーで、はい、あのネイビーの頭で見てるんで。あ、そうなんです、ね。うん、大丈夫。ここにネイビーのスーツ。まあ、でもこれ,これぐらい濃厚なネイビーでいいけどね。うんうん。ほとんど黒とネイビーの間ぐらいでいいですよ。あの締まった色が似合ってるし。はい。うん、大丈夫。ありました、うん。変なストライプとか絶対入れないよね。はい、ねうん 悪くないと思います。はい、はい。大丈夫かな。うん、まあ、去年の成績は結構良かったんで、みんな、あのーはい、志望通りに受かってるんで、話し方、姿勢、あと見、まあ、ほ見た目ですね、うんうん、しっかり整えて、おじさん、すぐ騙されるから、<laughs> 大丈夫、はい <laughs> 女。女子に刺すより楽だから。<laughs> あそうですね。日本の就職もくぐり抜けるのは女子にさすより楽であるって覚えててください。わ <laughs> <laughs> かりました、うんうん。いいと思います。他聞いておきたいことありますかあちょっとあの一つだけいいですか、うん、どうぞあの。靴下なんですけど、うんうん、靴下のリブはあのどんな感じがいいですかね。うんうん、あもう就職用の話ですよね。はい、そうです。それはもう一択しかなくって、えーはい、ちゃんと薄手の こういった、えっ、ー、と、スーツ用のビジネスソックスがありますから、はい。え、こういう。あ、これじゃダメだな。まあ、これでもいいけど。ちょっと長めがいい、これぐらい長めがいいです。長めで、うん、こういう薄手の、あの、よくあの、サラリーマンのおじさんが履いてる薄いやつやでしょ。はい、あれを履いてください。で、必ず、うん、長めで履いてください。長めで、はい、うん。待ってる、あの、面接待ってる間にずり下がってきたりすると、 座ったときに、足から見えたりする時があるんで、はい、短いと。はい、長めに履く。で、こういうビジネス用のソックスで大丈夫です。色はこだわらず、普通に薄い黒で大丈夫だと思います。薄い黒ではい。靴に合わせる感じで大丈夫です。かな。で、あとは、はい、えっと、ビジネス靴が、はい、えっと、本当にいいものを買う必要なくって、ちゃんと自分のサイズに合わせるっていうのと、はい、あとは、あの、本当にもう、 こういう安いやつを2、3足持っておいた方がいい、絶対。あ<ー>で、本当に大事なときは、もう本当、新しい靴を下ろして、はい、ピカピカの靴で行く。で、面接終わって家帰ってきた後も、やっぱりちゃんと靴も服もきれいに掃除をするっていう癖をつけておいて、やっぱりこう最後の最後までこう、面接ありがとうございましたって帰っていって、じゃあ、その人たち何、何が目に入るかというと、かかととか目に入るから。 あやっぱりかかとがこうこの擦れてるとかはねいいんだけど少し擦れてるとか頑張ってんなってなるけど、はい、やっぱり汚れてたりすると、はい、その印象ってやっぱ入ってきちゃうんでそういうその自分の目に入らないところにもちゃんと視野があるっていうところを気づかせるって大事だから、うん、だから。 サイズをぴったいっぱい歩くだろうから、サイズはちゃんと合わせて。で、その中で、こう安、安くて程よいものを、あの、複数持っておいてください。分かりました。うん。そんな感じだね。いつぐらい、もう始まってるのかなまだ面接はやってないんですけど。まだこれからか。そうですね。うんうん。そうだね。 話し方あとはね、多分緊張すると、君、体が揺れるでしょ、こうやって。あ,あのあうんそこを座って、要、はい、は骨盤を立てて、しっかり座って、背筋を伸ばして、はい、で脱力した状態で、そこからブレないっていう姿勢をちょっと掴んでおいてで、コツとしてはね、あのー、よくテレビとかだったら、例えば女子アナとか、あのはい、女子アナっつってもあれね、あのー、本当に。 ニューーススキャスターあのー、しっかり9時のニュースとかを担当するような人たち、あ,はい、ああいう人たちの姿、形とか、あと長澤まさみとか、ああいう大女優、はい、ああいう人たちの姿勢とかをちょっと見て学んでおいてください。で街でも観察すると結構、座った姿勢とかが綺麗な女性いらっしゃるから、こ、はい、ういう方を見て、品があるとか清潔っていう、そういう座り方を身につけておいてください。はい、猫あの背が高いから猫背になりやすいと思うから。 そこを気をつけてこんな感じですねはい頑張ってねはい頑張りますありがとうございました <laughs>、うん、はいありがとうございます後で動画送っておきますはい、はい、失礼します失礼しますご視聴ありがとうございましたぜひチャンネル登録お願いします